山崎武史です。どうも。山崎武史です。どうも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 。
快晴ですからね。なんか午後から晴れるみたいですけどね。予報によると、星野監督は雨男なんじゃないですか。ああ、そんな感じないと思います。今日来てるでしょうか、ね。はい。さあ、はい、山崎さんをお迎えしまして、うん、サンドウィッチマンとともに、はい、想像的ですは本気です。本気トークショー、はい、行きましょう。行きましょう。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。どうぞどうぞお座りください。座らせていただきまして、はい、あ本気のトークショーですからね、これ。本気ですよ、本気です。ねえ、はい。もう雨の中これだけお集まりいただいたんで、うん、すごいたけしさん、ほらこんなにいっぱい、全然顔が見えないし、見えないそうなのね、中でね、ちょっと、あれですよ、ちょっと後ろの人見えづらいんで、もう傘閉じれるって方閉じてくださいね、そうですね、っていう方はね、うん、ちょっと見えないんでね、傘でね、まあ、ちょっと雨降ってますからね、濡れてしまいますけども、すいませんね、特に前の方、あまり傘をね、広げると後ろ見えないですから、濡れちゃうんですけどね、ちょっと後ろ見えませんので、はい、さあ、それでは、はい、本気でございますんで、そうですよ、はい、早速、もう、たけしさんにその本気というところを聞いてまいりましょう、はい、まずはですね、はい、こちらのお題からまいりましょう。本気で怒ったことよっ、怒ったこと、たまに見ますけどね、中継で怒ってるとこね、ものすごい怖いですけどね、たけしさん怒ると、いや、あんま基本的にそう怒らないんですけど、はい、まあ、やはりこのユニフォームを着てしまうと、まあ、ちょっと人が変わるって言ったら変な言い方ですけど、はい、やはり戦闘モードになっちゃうんですよね。そうらしいですね。ですから、まあ、アンパイアに文句つけてるときは本気で怒ってますやっぱり自分が納得いかないときはそれはね、言いますもんね。そうですね、まあ、審判も人間ですし、はい、間違いもありますし、僕らがボールっていう判断だと思ってもストライクのときもあります、意外と、まあ、僕を含めて野球選手っていうのは、はい、伏線というものを持ってて、はい、なるほど、これ以上は取ってくれるなよと、はいはい、いう範囲があるんですよね、まあ、簡単に、言えばアウトコースいいとこいっぱいストライクって言いますよね、はい、あ、じゃあこれいっぱいって聞くとこれ以上外は絶対ボールですよね、いっぱいだとしてだからこれ以上は取ったらダメだよっていうことを審判に言い聞かせるんです、そうすることによってそれよりも少し本当にボール半個よりも3分の1ぐらいのところの勝負をしてるんで、はい、そこをストライクって言ったらバカ野郎って言っちゃう、まあ、さっき言っただろ、さっき言ったら要は伏線になってるわけだろうね、はい、僕らもやたらめっちゃ怒ってるわけじゃなくて、うん、ちゃんと根拠を持って怒ってるので、はい、これからそうやってみてください、そういうことなんですよ、3分の1の勝負ですから、そうですよ、でもね、我々ファンにとっては、はい、そういうそのたけしさんが審判に文句を言うとか、うん、そういうシーンも好きなんですよ、そうですか、はい、こっちもなんか盛り上がってくるんですよ、ああそうですかね、はい、まあだけどあの時はね本当に腹立つんですよ、1週間ぐらい恨み持ってますから、ね、次の日毎日試合ですけども、1週間ぐらいこう根に持って次の時にファーストの審判とかやって、来るなお前みたいな感じで見てますそのぐらいまでちょっとね、根深いものがたまにあるんですけど、あ、ね、ですけどね、はい、そういうことを言っててもいけないので、まあまあね、まあ、それはうちに秘めてやってますけどもね、審判だってね怖いでしょうよ、いや、そうですよ、たけしさんにこらーって言われたらね、間違いでも、いや、でもストライクですってなっちゃいますからね、なりますもんね、たけしさん、あとやっぱり審判もそうですけど、うん、やっぱり危ないボール投げてきてこのピッチャーに対してこう行くこともありますもんね、そうですね、基本的に日本人はあんまり僕はちょっと言うだけなんですけど、はい、まあ、どっちかっていうと僕は外人選手の方に、はい、そうなんですよね、それがまたかっこいいですよね、なぜあえて外国人、多忙な英語でちょっと言ってやるんですけど決してここでは言えませんけどね、やはり外人っていうのはね、アメリカで、こうプレーをしてきてますから、はい、
それなんていうかそのアメリカ的野球っていうか、はいはいはい、そのそういうものがあるんですよね。こう、やっぱりなんか変なプライドを持ってるっていうか。ああ、なるほど、そういうのをこの日本に来て、それを実結果も出してない外人がやるわけですよ。なるほど。アメリカの結果、はいはいはい、あの野球をね勉強してきてって言って、はい、お前らとは違うんだって言うんで、あ、ありますね、ちょっとお前ここは日本だぞって思うんですけど、そういうなんかこう負けたくないっていうね、ものが僕は非常にあるので、なるほど、ですから外人選手とよく喧嘩になることは僕はよくありますね。結構前からなってますよね。あのそうですね、ローズね、ローズ タフィーローズにかかってこいって言ってましたもんね。普通言わないですよね。一分喧嘩受けてやるからかかってるっていうね、あれは本当にかっこいいと思った。いや本当ですよ。あとたまにヘッドロックしてるのを見るんですけど。やってますよね。そうですね、僕もね、あの意外と気が弱いんで。外人選手は本当にあの乱闘になると、はい、もう一発目から思いっきりグーで殴ってくるんですけど、少しちょっと自分もそれは罪悪感があるので、はいはいはい、まず掴んでちょっと首でも締めてちょっと落としてやろうかなっていう気持ちになるんですけど、意外とでもあのこんなこと言っちゃいたんですけど、はい、人って殴れないですからね、簡単に殴れない、ね、ですから、そういう中ではいきなりボンと言ってドーンと殴るっていうことに関しては、はい、正直僕はできないですね、あまり。あ、なるほど、横ね、もう盛り上がるんですね、はい、そういうなんか乱闘があったりしたピッチャーとその後の関係ってどうなるんですか。まあ基本的にあの敵チームとはあんま喋りませんよね。まあよく、まあ、大学の後輩、社会人の後輩、高校の後輩っていう部分に関しては挨拶程度で喋りますけど、僕はあんまり言うほど喋らないですね、はい、まあ、向こうも僕のこと怖がって喋ってこないですでしょうね、はい、みんな年下ばっかりなの で、 そうです、ね、あんまり喋ってくる子はあんまりいないですね。挨拶程度はしますけどね。なるほど、本気の戦いですからやっぱそこはね、面白いですよ、はい、でもあのイメージ的には、うん、サンドウィッチマンのお二人はあまりこう怒るとかっていうことはないですか。僕らですか、はい、いや僕らはそんな怒ってる場合じゃないですから。場合じゃない、どういう笑わせなくちゃいけない仕事ですよね。そうですよ。2人で喧嘩することとかないですか。ないです、ないです。したことないですね、喧嘩は。そういうことないですか。僕らもう16からね、みんな36、20年付き合ってますけど、うん、1回も喧嘩したことないです、ね。ああ、そうですか、はい。あまり怒らないです。そうですね。多分喧嘩になったらどっちか死ぬと思うんだよね。それぐらい本気でやりますからね。喧嘩も本気ですから。そうですね。はい、ということでございました。はい、さあ、それでは続きましてのトークテーマに参りましょう。続きましてはこちらです。本気で泣いたこと。あ、これね、皆さんもやっぱりね、泣くことちょっとね、年間に一度二度あると思いますけど、まあね、女性なんてあの泣いてストレス発散するっていう方もね、あ、いますね、泣くために映画を見たりね、泣くことあるか、泣きます。そうですね、僕はよく選手、最近の子よく泣きますよね。あ、若手も、若い子泣くんですよね。昔はですね、昔のこと言ったらまたいかんですけど、はい、僕ら先輩に怒られたりとか、はい、いろいろしたらこう裏で隠れて悔し泣きするみたいな感じで僕らは育ったんですけど、はい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 、今の子ってこう人目もはばからず泣くんですよね。前でって泣いちゃうんですよ。って泣くんですか。そうそう、あの島なんかすごい泣きますから。島なんか子供じゃないですか。いや本当子供みたいな泣くんですよ、島。本当ですか。生まれてきたみたいな産声みたいな、その時にお前男が泣くのはお前両親が死んだ時と優勝した時やって言っても、はい、何もあの反応がなかったというのは寂しいものなんでちょっとあってちょっと分かってくれてないみたいですけど。なんでそんなに島泣かしたんですか、武さんが。あ、僕が泣かしたんです。何やってるんですか。俺も泣くわ、そんな武さんに言われたら。じいさんもよう泣いてましたよ。いやもういいですよ、そんな告げ口みたいな。ねえ、また今からいじめてるわけじゃないから。そうですよね、ちゃんと教えですよね。注意すると泣いちゃうんですよ、はい、だから、え、今日ひじりさん来るの、ここ。